どうも、正大です。今日は日曜日ということで、日曜からどうでもいい、今週のどうでもいい話はですね、木曜日にね、ガンダムブレイカー3を買いに行った時に思ったことなんですけど、僕基本ゲームはですね、秋葉行って買いに行くんですよ。まあ特に理由はないんですけど、まあ近場で買えばいいじゃねえかって話なんだけど、まあいろいろ見たいというのもあるから、ゲームは秋葉で買ってるんですけど、そこでね、やっぱり思ったのが、外国人観光客多いね。まあ国の経済をね、潤してくれるのはありがたいんだけど、いやー本当にね、最近思ったのが、秋葉いずれと思った。まあね、それは仕方ないことなんだけどさ、すんげー外国人多いの。うるせえんだよ、会話が。もう少し静かに話せねえのかなって思っちゃいます。俺基本音楽聴いてさ行動してるんだけど、イヤホン越しからですら聞こえるからねひどいよ。でしかもいろんな商品見て回るんだけど、その時にさ、床に座ってなんか、こんなあたふたしてんの、買ってんの、なんかマナーが悪い。秋葉もついに新大久保みたいなところになってしまったのかね。昔は本当に居心地よかった。ガンプラ売り場行っても聞こえてくるのは外国語。居づらい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりにします。マサダイホームの秋葉が居づらくなってきた件でした。それじゃあまた来週。バイバイ。